They represent the United States. Here are Kenneth Feldman and Benjamin Augusto.今シーズンの世界選手権、ひときわ大きな大歓声に包まれました地元アメリカ・ロサンゼルス、アメリカ代表フェルビン・アゴスト組の登場です。フェルビン・アゴスト組のオリジナルダンス、曲はステッピングアウト。最初のツイズル、キレもいいですね。左回り、そして右回りと2人とも動きが合っていますね。そのままスピンに入っていきました。一つ一つのポジションもいいですね。このアイスダンスの場合は他のシングルやペアと違いまして、ボーカル入りの曲が OK ということで、そういう意味でも本当に違いますね。そうですね。またあのシングル、そしてペアとは違った趣といいますか、雰囲気が出ますよね。いかにその音楽の中に自分を表現できるかといった面でも、このアイスダンスまた違う面が出ますからね。ステップにも伸びがありますし、よく体が動いていますね。メリハリもあります。2人の楽しげな表情にも注目していただきましょう。ここからはカーブを描きながらステップを刻んでいきます。直線的なステップ、ミッドラインステップです。状態の動き、そしてリーブエッジを使って非常によく動いてますね。そしてこの後はリフト、ローテーショナルリフトです。男性はワンハンド、折り方もいいですね。フィニッシュにもこのリフトを持ってきました。地元アメリカ、ロサンゼルス、スタンディングオベーション。アメリカ代表、フェルビン・アゴスト組。どの国よりも、時は大きな大歓声、そして拍手がこの2人に送られます。アメリカの国旗も踊ります。地元での世界選手権、今シーズンこそ金メダルなるか。現在コンパルソリーダンスを終えて2位、昨シーズンはコンパルソリーダンスでの女性ベルビンの転倒が最後まで響きまして、4年連続の表彰台を逃しました。地元アメリカで雪辱を果たしたい今シーズンの世界選手権です。平沼さん、この2人は最後まで楽しそうに踊りましたね。そうですね、もともと本当にこう見せるということがうまいカップルですから、はい、そういった意味ではもう抜群ですよね。でも本当にこのオリジナルダンス、2人に合った今回リズムだったんじゃないかなと思います。そういった中でも目立ったミスもなかったですし、そういった意味では2人の出さなければいけない、そして出したいものというものがちゃんと前面に出ていたと思いますね。息もぴったりでした。一番いいところが出たという感じですね。そうですね。よく体もよく動いてましたしね。そして表情も実に豊か。この地元で行われている世界選手権を楽しんでいるかのように、この緊張感よりも楽しさが増した、そんな演技を見せてくれました。
観客に投げキッス、男性のアゴスト。今シーズンは全米選手権アゴストの腰の負傷で欠場しました。そんな怪我とも戦いながらの世界選手権でした。さあこの世界選手権オリジナルダンスはどんな得点が出るでしょうか。現在コンパルソリーダンスを得て2位です。アメリカベルビンアゴスト組のオリジナルダンスの得点です。楽しみに待っているアゴスト、出ました。テクニカルエレメンツは 33.90、 プレゼンテーションスコア 31.26、 うなずいたベルビン、オリジナルダンス合計 65.16 はシーズンベスト更新となりました。そしてコンパルソリーダンスと合わせた合計点は 104.82、 現在2位につけています。失礼、104.81、 2位につけています。